皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回はハーツオブアイアン4ソ連軍プレイ、続きをプレイしていきたいと思います。独ソ戦を意識してドイツにいかにして勝利するかというのを目標にプレイをしてきています。最初の作戦はドイツの国境沿いに要塞を並べて要塞でドイツ軍を迎え撃つ要塞戦術を試したんですが、これがあえなく失敗。続いて兵器の生産と前線への補給基地の拡充、これでドイツ軍に挑んだんですが同じく敗退しています。皆さんからですね、例えば航空兵力を増強して制空権をしっかり取って戦ってみたらどうかなどなどですね、ご意見いろいろいただいているので、それらも参考にしながらプレイの方をしていきたいと思います。試行錯誤ですね。で、今回は前言作戦、これを取ってみたいと思います。どういうことかというとですね、ソ連軍の強みでもある人的資源の多さ、これを活かしてまず国境沿いで敵と一戦交えて、その後ですね、ミンスクあたりで敵を迎え撃つっていうね、二段構えの作戦を模索していきたいと思います。では開戦直前まで時間を進めていきましょう。しっかり生産を行いつつですね、師団の数も調整、これね、二頭追うもの一頭も得ずということになるかもしれないんですけども、行っていきたいと思います。生産はですね、ゆえに歩兵装備中心ですね、それに野戦砲と対戦車砲、これを作っていきます。では時間を進めていきましょう。はい、まずですね、バルト三国については、予定通りすべて、征服済みです。なので、ドイツとの国境が完全に確定したという状態です。ここから師団の再編を行ってですね、ドイツとの戦いに備えていきたいと思います。はい、今1941年4月です。ドイツが我々に対して、つまりソ連軍に対して宣戦布告の自由を得たということなので、いつ開戦してもおかしくないという状況になっていますので、ここまで進めてきた戦略ご紹介しておきたいと思います。まず軍の配置状況なんですけども、ドイツ軍と一発目戦うことにある国境沿いにですね、師団を並べています。ご覧のような形ですね、ずらーっと並べていて、一部はですね、国境沿いに要塞も建設してます。ただ前回行った要塞戦術に比べるとね、要塞の数は少なめです。その分兵器工場を作ったという形ですね。そしてこの第1回戦で間違いなくドイツ軍に突破されると思いますので、その後はですね、ミンスク、さらにキエフ、この辺りで敵を食い止めるための第2陣、これを配備してあります。これでモスクワに近づけさせないぞという二段構え作戦ですね。そして最後、それでもモスクワに迫られた場合には、最後のね、手段を使ってこのモスクワを死守するという内容です。師団の編成なんですが、まずですね、もう歩兵をひたすら並べる、でおまけ程度に支援砲兵と対戦車砲兵、これを入れているのが主力の砲兵になります。これをね、できるだけ数用意してドイツ軍に立ち向かおうという作戦になります。航空兵力なんですけども、前回よりかは多少増やしているんですけども、それでもちょっと厳しいかなというところですね。ドイツの国境沿いに航空機集中的に展開してあります。では時間を進めましょう。はい、ではドイツと開戦しました。前回といくつか違う点があるんですけども、一番期待してるのがですね、このロケット砲ですね、これを開発完了してるので、これによってですね、貫徹力がプラス 100%、 対戦車攻撃力がプラス 25% 取れるんですね。これで最強ドイツ陸軍の戦車部隊をね、撃破できたらいいかなと思うんですが、いきなり真っ赤っかになってるのがちょっと気になりますが、頑張っていきましょう。
で、戦時体制に入りましたので、イギリスに対して、レンドリースを要請してみます。欲しいのは、やっぱり歩兵装備。あとは支援装備。それに、まあ、戦車ですかね。いずれも、了承はしてくれないな。できればね、戦時体制ということで、レンドリース、できるだけ多くね、取っておきたいかなというところあるんですけどね。お、さすがアメリカ。レンドリース、くれるね。であれば、ここは、普通にもらいたいですよね、レンドリースで。要請します。では、状況を確認していきまーす。各戦線いきなり不利になってますけども、予備の戦力はあまりないので、厳しい場所があってもですね、現有戦力で耐えてもらうというのが基本になります。厳しい戦いなんですけども、航空戦、今回はですね、こちらが有利な状況をいくつか取れてます。なので、まあ今真っ赤に変わりましたけども、航空戦でもね、完全に負けているという状況ではないです。さあ、厳しい戦線続いてますね。予定通りとはいえですね、第一陣がもうすでにかなり押し込まれているという状態になってます。ここをまあできるだけ長く持ちこたえることが、この後のね、継戦という意味では重要になってくるんですけども、まあ、いきなりかなり押し込まれてしまっているという状況がありますね。じりじりと、やっぱり防衛ラインまで押し込まれてきている状況が確認できますね。有利な戦線が2割ぐらい、不利な戦線が残り8割ぐらいという状況だと思ってます。予備の兵力はないので、このままなんとかね、時間稼ぎに奔走したいというふうに思っています。で、一つ一つの戦線をですね、確認してみましょう。まあ、有利なところもなくはないんですね。まあ、ドイツ陸軍とまともにぶつかってなんとか渡り合ってるところも、まあ、なくはないというところです。まあ、ただですね、不利なところの方がやっぱり圧倒的に多くてですね、まあ、ドイツ軍の、これ見ても、攻撃力だったり突破力、防御力含めて、やっぱりね、ドイツ軍の方が優れてるっていうところが多いですよね。さあ、もうちょっとで予定している防衛ラインに敵が、迫ってきているという状況ですね。さらにアメリカにレンドリース依頼しましょう。歩兵装備の他にトラックと支援装備も要請します。イギリスにも同じくレンドリース追加でしてもらえないかっていう交渉をね、していきたいと思います。戦線の方ですけども、いよいよミンスク、キエフあたりまで敵が迫ってきましたね。ただ、前回までと違くて、この時点で戦線が完全に崩壊っていう状態ではないです。後退はしてますけども、戦線自体は維持してますね。かつ、この後我々の方は第2陣が待ってますので、この元気な、第2陣で、ドイツ軍をね、なんとか迎え撃ちたいと思います。はい。ルーマニアの戦線がですね、ちょっと活路がありそうな感じがします。他は厳しいですね。ミンスクまでも敵も迫っていて、本当に苦しいんですけども、なんとかこのルーマニアの戦線を、維持、そして、攻勢と反転したいので、モスクワを守っていた守備隊をですね、ここに来て、ルーマニア戦線に投入しました。これで状況が変われば嬉しいなというところです。見守っていきましょう。ミンスクはもう目前まで敵が迫っているという状態ですね。いや、ドイツ軍本当に強いな。ほぼ消耗してないんですよね。こうやって見るとね、ドイツ軍ね。一方、我々の方はやっぱり徐々に消耗しているなっていうのが見て取れるんで。まあ、この辺りがドイツ軍のやっぱり底力と言わざるを得ないのかなっていうところがありますけども、まあ、それでもですね、やっぱりこの前言作戦によって2回にわたってドイツ軍を迎え撃つっていう作戦自体はね、今のところうまくはまってるような気がします。このまま連合軍が
反撃を開始してくれるのをひたすら待ちましょう。完全にですね、西部戦線に関しては防衛ラインと第一陣の攻撃隊のまあラインというものが合致してしまいましたね。まあそれだけ押し込まれているというところです。で、下の方に行くとキエフの方ではまだ前線頑張ってくれてますが、まあここも押し込まれるのは時間の問題かなと思いますので、やっぱりこの防衛ライン、ミンスク、キエフあたりでしっかり敵をね食い止められるかどうかっていうのが大きな大きな、戦いのポイントになってきそうです。キエフにまで敵が迫ってきてますね。ちょっと補給的にもこれだけね、その第1陣と第2陣が合致してしまってる状況は補給の余力が全くないという状態になってるので、ちょっと厳しくなってきてますね。粘ってたんですが、キエフが陥落する寸前まで追い詰められてますね。まあ、ここまで準備を整えてもなおドイツ軍のこの強さ、いやー本当に厳しいな。ミンスクもね耐えてるんですけど、ミンスクの周りが侵食されてるので、ちょっとミンスクが持たないかもしれないなという感じがちょっとしてきましたね。残念ながらキエフが陥落しました。防衛ラインを破られてしまったという形ですね。まあ各戦線、やっぱりちょっと押し込まれてきているという状況で、予備の兵力もないので、このままね、あとどれだけ持つかっていうところですけど、連合軍の反攻が始まるのはまだだいぶ先だと思うので、どうでしょう。あと1年半ぐらいは、ソ連だけでなんとかドイツを食い止めなきゃいけないんですよね。残念ながらミンスクも、陥落してしまいました。これで防衛ラインを突破されてしまったということになります。モスクワに余剰の戦力はないので、まあ、このまま、じりじりと敵を迎え撃つしかなくてですね、モスクワで一大決戦というわけにはいかないので、もうちょっと粘ってもらいたいと思います。はい。残念ながら、今回の前言作戦、今までよりかはいい進捗をたどったと思うんですけども、結果的には同じくドイツの前にモスクワが陥落するという結果に、まあ、なりそうです。本当に難しいですね、この独ソ戦。39年スタートでドイツに勝つっていうのがいかに難しいのかっていうのが本当によくわかる、ここまでの、まあ、内容になってます。まあ、ちょっとやっぱりね、戦略を一から組み立て直す、見直すっていうことをしないと、この39年スタートでドイツに勝つのは難しいなというのを改めて実感しましたので、ちょっとまた皆さんからいろいろアドバイス頂戴できればですね、アドバイスいただきながら、なんとかこのドイツ戦に勝つ、勝利するっていうのをね、完遂していきたいと思います。まあ、今回もね、ちょっと残念な結果になりましたが、今回はここまでにさせていただきたいと思います。